い、どうも皆さんこんにちは、ゆあと申します。よろしくお願いします。はい、今日の企画はドゥルル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 ドゥン、ゆあが最近買ったもの紹介。最近ね、いやね、お買い物をしまして、まあちょっと何個か紹介していきたいと思います。はい、まずはじめにじゃじゃん、ナイキの靴を買いまして、今日ね2個靴を持ってきたんですけど、まず1個目はじゃじゃん、こちらのサンダルを、これは自分で買いました。もうちょっとで夏ということで、やっぱ夏は海とかさ、プールとかだから、そうサンダルをね買いました。そう、これねめっちゃ可愛い。これねいろんな色があって、黒と白黒もあって、めっちゃ可愛いと思って買いました。じゃじゃん、いやナイキ好きなんだよね。よし、続いてじゃじゃん、もう一個ナイキの靴。いや今回ね靴を買って、これはあのバーバーが買ってくれたんです。じゃじゃん、こちらです。これまだ履いてないんですけど、これめっちゃ今めっちゃ人気らしくて、去年も出てたらしいんですけど、去年はもうすぐ売り切れたぐらいすごい人気の靴らしくて、こちらなんですけど、これもねサンダルです。しかもねこれは1回そのナイキのお店で履いたんですよ。そしたらめっちゃフィットしてて、めっちゃ歩きやすいっていう、しかもこうねすぐ履けるから、これはな海とかにも結構履いていけるんじゃないかなと思います。これユアの周りでも結構持ってる人がいて、これ白とかもあるし、なんか柄が入ってるやつもあったので、ぜひナイキが好きな方とかはね見たらあれ欲しくなるっていうか、これめっちゃおすすめされたからね。これよ、それにマーマンと引っかかって履きやすくて買っちゃったっていう。そう、あと3つ紹介したいんですけど、あの今私がつけてるですねこちらです、指輪。こちらを自分で買いました。なんかユアってあんまり欲しいものがなくて、なんか欲しくなってこれを買ったんですよ。こちらの指輪、ディオールの指輪なんですけど、本当はいやディオールのネックレスが欲しくて行ったら、こっちの方が可愛くて予想外ですね、私指輪を買っちゃいました。指輪ってさ、自分で初めて物を買う、自分のお金で物を買うってなった時にこうアクセサリー系が欲しくて、それこそネックレスとか指輪とかピアスとかが欲しくて、ピアスはパパに買ってもらったからネックレスを買おうと思ったんやけど、このネックレス結構ユアの印象が強いと思ったから指輪にしました。これもね自分のお金、初お金で買ったんですけど、これグッチの財布。これなんかいやずっとあの財布使ってる、いちごの財布があったんですけど、小銭が出しにくくて、でも結構ずっと使ってたので財布を買い替えました。これなんか新色らしくて、いや結構派手な色とか蛍光色が好きやから、この真っピンクにしました。見てめっちゃ可愛いね。でしかも小銭が使いやすいっていうね感じのやつを買いました。むっちゃ可愛いです。小銭が出しやすいっていうのが私にとって一番ありがたいですね。なんか前のは出しにくくて、マジでお札しか出してへんかったから、最近小銭を出す習慣をちゃんとつけてます。ラストなんですけど、これはねいやちょっとねストーリーでも匂わせをしてたんですけど、まあやっとここで発表ができるということで、ゆあが最近なんか新しいことにも挑戦したいみたいなストーリーをあげたんですけど、それをちょっと発表したいと思います。せーの、トコ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 じゃん。はい、こちらなんですけども、見てください皆さん、タラリララリララン、こちらです。これあのみんなギターと思うじゃないですか、実はギターじゃないんですよね。これじゃじゃん、私のウクレレちゃんです。見てください、これウクレレこんな感じ。なんかさギターとかみんなよく弾いてるけど、ウクレレって珍しくないですか？なんでウクレレ急に欲しくなったかというと、いや結構 TikTok ライブとかインスタライブとかしてるんですけど、やっぱちょっと著作権の関係で音楽を流してできないとかってなった時に、音楽がないと寂しいじゃないですか、ゆうがずっと喋ってるのもあれだし。例えばみんなにこうやってなんか弾いてあげたりとか、やっぱあの誕生日の子とかが来たらこうやってウクレレでハッピーバースデーとか弾いてあげたいなっていう気持ちがあったのと、ずっと弾いて見てみたいなって気持ちはあったんですけど、なんかめっちゃ最近お風呂入ってる時にギターとかの歌を聴いてて、なんか自分も弾けるんじゃないかな、よし買おうと思った瞬間にウクレレを買いに行って、まだ1週間も経ってないんですけど、今一生懸命練習をしています。だからね、いつかみんなに弾いてあげたいっていう気持ちがとてもあります。そう、なんかみんなが喜ぶことをね、言わせたくて、なんだろうとか思った時に、いや結構音楽が好きなので、いつかみんなにね、弾けるように練習したいと思います。結構ね、音は結構いいですよ。
で、これを引くことによって爪がね、めっちゃあれ必要ということで、ちょっとだけね、爪を切ったんですよ、爪も。だから準備は満タンなので、あとは練習して弾けるようになりたいと思います。最近私が買ったのはそんな感じですかね。ちなみにこう1週間も経ってないんですから、今日で経ったのかな、ハッピーバースデーは弾けるようになりました。まだまだね、あれなんですけど、始めたばっかなので上手くもないし、あれなんですけど、めっちゃかっこよく弾けるようになりたいと思います。はい、めっちゃ可愛いんだよこれ。みんな楽しみにしててね、夜弾けるのめっちゃ頑張って、マジ朝起きたらウクレレと一緒に起きて練習したり、夜は近所迷惑になるから近くの公園とかちょっと離れた公園とかで弾いたりとかしてるので、これからぜひ私の成長を見ていただけると嬉しいです。私が朝起きて練習してるって言ったじゃないですか、ちょっとそちらの風景とかがあるのでこちらを見てください。こんな感じで朝も練習してます。朝すっぴんとかあるかもしれないけど、まあそこは多めに見てもらって、これからねたくさん練習していきたいと思います。じゃんじゃん。ちなみに弾けるのない？ありますけど、そんな上手くはないですよ。小倉さんでは平井大が弾けるんですか？そう、聞いてほしい。私平井大さんがすっごく好きで、結構ウクレレにした理由が何個かあるんですけど、まあ、みんなのために何かをしてあげたいと思って買ったのと、思いつきで買ったのと、平井大さんが好きすぎてウクレレにしたっていうので、どうしても平井大さんの曲が弾けるようになりたくて、ちょっと1曲弾けるようになったんですけど、まだ全然アマチュアなんですけどね、弾けるようになりました。弾けということですかこれは。じゃあちょっと1曲ね、皆さん温かい目で見てくれると嬉しいです。私まだそんな弾けないので、じゃあ行きたいと思います。
こんな感じで練習してちょっと今後うまくなれたらなと思ってるのでぜひ楽しみにしててください。なんかみんな弾いてほしい曲とかあったらぜひコメント欄で書いてくれると嬉しいです。練習しますってか感じで、今回私が最近買った5個を紹介したんですけども、どれもいいものでしたね。すごくやっぱ一番あれなのはやっぱこれですね。一番注目してほしいのは私のウクレレちゃんですね。名前つけようかな。私のこれからの相棒なのでぜひよろしくお願いします。はい、ということでこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしております。せーの、バイバーイ。トゥルルー、バイバーイ。お願いします。え、ちょっと待って、オーマイ、ここ。え、オーマイの時はじゃあ。オッケー。でもちょっと爪で頑張ってるから。